オートサロンも今週末に近づいてきました。我々昨年同様、たくさんのエンジンを展示していきます。昨年はどちらかというとエンジンをこう単品でご紹介してきましたけども、今年は車両別エンジンを用意して、じゃあそのエンジンにどんな製品がついているのかっていうのを部品を装着させていただいて、各車両と合わせて、展示させていただきます。実際展示会場行くと、これにオイルクーラーがついたり、インタークーラーがついたり、さらに周辺のパーツをつけてきますんで、カプチーノ、ジムニー、H36 の、アルトワークス、ZC32 のスイフトスポーツ、さらには今開発途上にある ZC33 の、エンジンなんかも展示しています。会場ではエアボックスだとか試作のターボチャージャー、新開発のコンピューター ECU なんかも展示したり、いろんな開発費はいろんな話を、それぞれ開発スタッフが常駐してますから、この機会に会場まで足を運んで、いろんな相談されてもいいかなと思います。今後カプチーノ長く乗りたいんだ、じゃあエンジンどうしたらいいのかなとか、どんな部品をどうやって使ったらいいのかなっていう人もいるし、すでに装着しててさらにどうしたらいいのかなっていう人たちもいます。うちが力を入れているジムニーなんかもそうです。ジムニーなんかも非常に今チューニングブームになってきてますから、じゃあどんなターボチャージャーを選んだ方がいいのか、どんな方向性 でチューニングしていったらいいのか、まあ、それぞれ特性違いで話ができると思います。HA36 のアルトワークス、これかなり進化して部品がもう投入されています。新型のスイフトスポーツ、今年は、競技車両デモカーを含めて4台もの車両展示をします。いかに我々がその新型のスイフトスポーツに力を入れてるかということをぜひそこで感じていただければと思ってます。旧型 ZC32、これもまだまだ元気で走ってます。コンプリートエンジンでもっとパワーを上げたいとか、もうちょっとこうならないのかっていう問い合わせも非常に増えてますから、オートサロン会場で我々開発スタッフと一緒にいろんな談笑ができればと思います。モンスタースポーツは今年で40周年を迎えます。これからもガンガン開発していきますんで、ぜひオートサロン会場でお待ちしてます。